日本バスケット界の王者を決める B リーグチャンピオンシップファイナル第2戦。昨日連覇に王手をかけた琉球はコート内へ出そうなボールを拾うハッスルプレー。そこからボールをつなぎ、最後はスリーポイントシュートを決め、リードを広げます。一方の広島は後半勢いを取り戻し逆転すると、速攻からのレイアップを見せかけスリーポイントシュート。初優勝へ、琉球を退けた広島が勝利し、1勝1敗です。